こんばんは、瀬戸浩司です。今日ね、その YouTube で、カズさんが、ああいう動画を出してね、非常に、衝撃を受けたというか、こういう YouTube 動画っていうのは基本的にその自分が、僕みたいな商品レビューの場合は、自分で買ってきたものを、自分の思ったことをですね、その開封して思ったことをそのまま、嘘をつくことなく、ダメだったらダメだと、よかったらいいっていうのを伝えていく。それが、他の商品を探している人にとってね、すごい参考になるということでね、僕もジェット大輔さんの動画をね、今までずっと見てきて、で、それで参考になったっていうこともたくさんあったので、僕もやってみようと、商品レビューやってみようと思ってやってきて。基本的にはその、嘘をつかない、ありのままを動画の中で喋る。っていうのが、ジェットさんにしても、秋葉さんにしても、誰にしてもね、デビューする場合は、やっぱそれがね、一番いいと思って、僕も、2010年の4月からね、やらせていただいたんですけども、なんですかね、そのカズさんがね、いろいろ葛藤はあったと思うんですよ。動画で。やってる上でね。人それぞれいろいろあると思うんですけれども、それをね、話してくれたっていうことで、ちょっとそれを見てね、僕も、本当のことをね、言おうかなと、思って。僕言います。エイです。エイです。エイなんです。僕かなり戸惑う方もいらっしゃると思うんですけれども、なんていうんですかね、A なんですよ、僕は。マジで。わかんないと思うんですよ。僕がその動画をやってると、明らかにどう見ても人間じゃないですか。それは分かってた上で始めたんですけど。なんですかね、仕方ないっていうか、A なんですよ。だから、そういうことを言うと、やっぱり、なんでだっていうふうに思う方は多いと思うんですよ。瀬戸さんは人間じゃないかと。今まで、僕が見てきた瀬戸さんは人間だったと。どう見ても人間だったとっていう人もいるとは思うんですけれども、そう見えるって、僕も自覚して生きてきました。たくさんの人にね、支えられてきたこの僕の YouTube、チャンネルの人をその全員を裏切ってしまうっていう形にはなってしまうので、これ以上僕のチャンネルが存続していけるかどうかっていうのは、その皆さんの、この動画にもコメント欄はつけるようにしますけれども、そこで、どのように言われるか、2年半、3年ですね。もう2013年の4月で3年ですね。今月でちょうど3年なので、その3年間皆さんをずっと騙し続けてきたっていう形に今なってしまうと思うんですよ。A ですからね。だから、ね。
まあ、僕もこれ以上だから自分で頑張って続ける必要もないとは思います。まあ、そこまでして嘘ついてまで自分をね、あれやる必要ないと思うんで。最後にですね、僕がその、まあ、ずっと隠し続けてきたそのエイであるっていうことを、まあ、皆さんの前でお見せして、まあ、この動画を終わることにしたいと思います。そう、まあ、僕がね、こういうふうに言ってもやっぱ信じてもらえないと思うんですよ。だってこういう姿なんで、なんでだって言われても、もう仕方ないんですよ。もうこういう人間の形でこう生まれてきてしまったので、ただエイなんです、僕。まだらトビエイなんで。だからそれを皆さんの前でこう納得していただくために、僕何をすべきだろう。やっぱ僕とのしての責任だと思うんで、まあ、最後にね、僕がエイであるっていうことを証明して終わることにしたいと思います。エイの鳴き声。僕のね、鳴き声を聞いていただければわかると思うんで。マダラトビエイの鳴き声ですね。では皆さん、たくさんの方に支えていただきました。本当に長い間、ありがとうございました。いきます。というわけでね、すっきりしました。僕もその胸の使いがちょっと取れたなということで、ちょっとすっきりしたなと思ってます。僕がね、エイでもいいという、エイでもいいよっていう エイでもいいよっていうことなら、まあ明日からもその瀬戸康史チャンネルを、まあね、瀬戸康史っていうか、まあこうね、まあ、エイなんですけど、エイ、人間動画じゃ、エイの動画なんです、エイ動画なんですけど、これは。エイ動画になっちゃってるんですけど、それいいよと、いいよと。明日からっていうか、今まで皆さん見続けてきたのは、エイ動画だったんだよっていう、まあ、その、まあ、言ってしまえば映画ですよね。映画なんですけど、それでもいいよと、これからもいいよっていう方は、まあ、見てください。まあ、そういうのはもう本当に裏切られたという気持ちがある方は、もう本当に、申し訳ございませんでしたということ。まだ僕は明日もね、明日からもね、マダラトビエイとして、動画をアップしていきたいと思いますので。はい。ということで、明日からですね、僕の動画では新しいレビューシリーズを始めたいと思います。エイの見分け方ということでね、明日から、全15回にわたってお送りしていきたいと思います。まあ、今までの動画とは結構変わっちゃうと思うんですけど、まあ、そういう動画でいいよという方はいらっしゃったら、まあ、明日からも見てください。それでは、なら。